はい、ということでクリステルズ続きやっていきましょう。前回はついにラールスさんを打ち倒して、このネバートリルの街に平和を取り戻しました。で、まあ次はパオリナさんのところに行ってシンダーに行こうという話でしたね。まあというわけで早速行きましょう。あと、まずなんかこの街の人間にこう全体的に話しかけてみたんですけど、大体みんな、いやミュージアムにお金が入ってよかったねーか、大学にお金が入ってよかったねーのセリフしかなかったので、まるっとカットします。本当にそれでいいのかと、俺いつけ滅びてんねんでという気持ちはねあるんですけど、この後パウリーナさんの中で反省会ができますので、もうその反省会の方で、まあチームメンバーのねみんなの意見を聞いていこうかなと思います。それでは行っていきますか。パオリーナさん、あ、これか。ネバーテリアにはしばらく持ってこられんぞ。やりかけのことは全て終わらせてしまうのじゃ。しばらくなんだな。まあ大丈夫でしょう。散歩系全部終わってるんで先に進もう。まあ私の小さな大事な人たち、ネバーテリアから戻ってきたのね。どんな風だったのかしら。未来はいいのかな。ちょっとオロイツケっていう一つ家が没落する以外は悪いことないですよ。実を言うとかなり恐ろしいことがあった。よく考えたらあれだったわ。クラディスさん暗殺事件があったんだった。まあ大変。みんながどんな服を着ていたか尋ねる価値もなさそうね。どういうこと。服で人の善悪を判断してんの。それで私の小さな冒険家さんたちは次はどうするの。シンダーに行きたいです。シンダーというところに行かなきゃいけないの。連れて行ってもらえるかしら。もらえるかしら。無理なんだ。それは無理よ。本当に申し訳ないんだけど、そんなあなたたちの新しい友達と違って、私は好きなところをうろうろするというわけにはいかないよ。ああ、そうなんだ。ああ、ケイ君特別なんだ。何を言うんですかそれは。なんで不満そうなんだよ。事実だろうが。いや、待ってください。それは筋が通っていて正確です。続けてください。自分が不満を言ったことに対して話はいいんだ。それ。みんなどうもありがとう。これ以上はいけそうにないわ。いけないんだ。なんで？ちょっと行くだけじゃんで済まないのかな。それ以外にあそこに行く手段がないのよ。うん、そうなんだよ。船ないよ、船。まあそんな顔しないで。胸が張り裂けそうよ。おい、この人泣き落とし通じるぞ。小さな例外を作れるかもしれない。ちょろちょろ。びっくりするほどちょろい。言ってもらえるの。え、いいのマジ。ま、小さな冒険家たち全然問題ないわ。ただあの国の岸辺までだけ。それ以上でも以下でもない。あ、ほんと、すごいでかい大陸ってことなのかな。なんか今すごい声だったのお前。それでは決定じゃの。シンダーに向かって進め。命令するな。パウリーナさんが危険そうだ。どうする気だお前。いいんだ。本当にいいんだ。スイー、てかマジで移動しな。パウリーナさんなんだ。ていうか武器さん連れてきた。お、反省会できるじゃん。聞かせてくださいよ。ウィルヘルムはどうしてしまったのかしら。どうしたの。なんかウィルヘルムはどうしてしまったのかしら。いや、でも間違いなく親友が殺されてるからな。思うところはあるだろう。彼はトゥリラを出てからずっとあんな風だな。トゥリラを出てからなんだ。まあ、故郷だしな。ああ、そうそう。自分の国をまた離れることになって寂しくなっちゃったのかな。いや、まあ確かにグラディス死んでるんだよな。ちょ、あのさ、オロイツ家の処遇についてあれでよかったら教えていただけませんかね。てか、ウィルヘルム先生聞いた方がいいな。私たちはするべきことをした。そうよね。と言うと。もちろんだよ。ああ、一応太鼓判をしてくれるな。あの年寄りの鳥の鍵爪から王国を救った。いや、そこじゃないんだよな。僕たちはまたヒーローになったんだよ。そうよね。私たちはできることをしたわ。ちょ、やっぱ先生に聞くしかないか。マエストロ、少し伺いたいことが。
ちょっと待って、この人はこの人で悩んでるな。マエストロ、Is everything okay? Is everything okay? I'm not in the mood right now. ああ、ダメだ、元気がない。何あれ、これ失敗したからとかじゃねえだろうな。Sorry. 大丈夫かな。あの選択実は重要な分岐だったりしねえだろうな。え、じゃねえよ。これ、ウィルヘルムどうしたんですか。あの人どうしちゃったんですか。人間の感情は複雑すぎて僕の好みではありません。さっきお前人の心はどうこうとか前回言ってたくせによ。クリストハウ君の心の動きは面白いって言ってたのに。Friends, family, 友人、家族、家、これらは全て人間たちが作り出した一時的な概念です。時間が流れるように概念もいずれ消えてしまいます。人はいずれ口で消えるものさって言ってる。何これ怖っ。かつて誰かにとって意味があったもの、それは時間の流れとともに失われてしまうんです。なんでこんな暗いんだ、こいつロボットのくせに。けれどその概念、思い出を大事にしていることで先に進む気持ちも出てくるんじゃないかじゃ。てか目撃者こうなると誰が作ったんだ。なんか人間が作ったものがさ、こんな風に悟ってたら嫌なんだけど、もっと希望を持って生きてくれ。人間に作られたんなら、そう思いたいのであれば感情に身を任せればいいでしょう。どういうこと。これ何の話だっけ。僕にあなたたち人間のことは決して理解できない。あ、これ、あれだよ。ウィルヘルム先生どうしたんすかっていう話だよ。なんでお前の人間論を聞かなきゃいけないんだ。むしろウィルヘルム先生のこと教えてくれねえ。するべきことをした。そうよね。Right? おい、答えてくれよ。間違ってるもしかして。議会選ん、セントクラリティで議会選んだ時にさ、みんなさ、いい決断だったぜって褒めてくれたんだよな。Why? 正しいかどうかという概念はそれを見る人によって違います。あなたにとっておそらくこの試練全てが正しいのでしょう。ああ、全て正しい。じゃあ砂漠絵だけやってりゃいいってことですか。しかし、あの置いた鳥の夫人にとっては彼女がしていたことは正しかったのかもしれません。なるほどね。何、正義と悪があるんじゃなくて正義と正義のぶつかり合いが戦争だよって話してんの。あれは間違いなく悪だけどな。知事私欲だったけどな。アルバとイルバの。多分また名前間違ってるわ。僕たちに何が正しく、何が正しくないかを決める権利があるのでしょうか。でも彼女は人々を苦しめていたわ。あと知事私欲でグラディス暗殺したよ。僕たちが彼女とあのライサという少女を苦しめたように。やっぱり常に白か黒かを決めることはできません。ライサやっぱ苦しんじゃう？あれ。だってさ、未来からいなくなってんだよな。時には灰色であることもあるのです。こいつロボットのくせにすげえ倫理観人間並みだな。考え方が人間なんだよな。おい、ちょっと待てやす。あ、もうこいつこれしか聞けねえわ。よくわからんが、彼は深い悲しみに沈んでいるのではないかの。まあ、そうなんだよな。なんか、一番いてほしいタイミングでウィルヘルム先生いなかったことになってるもんな。悲しみ？亡くなった女課長のグラディスとはかなり親しかったようじゃからな。ああ、そうね。ラールスはひどいことしたわ。そうだな。確かにそうじゃが。だが、ラールスを責めるのは難しい。いや、難しくないだろ。なんで？もしチャンスを与えられたら、多くの人がそれを掴んで、人生を変えたいと思うのではないかな。どのような代償を払っても。お前、中身 JKR と入れ替わってるだろう。考え方が合理的すぎる。いやいいのかな。彼女はたくさんのひどいことをしたわ。なんかめっちゃ今の機械的な判断だな。チャンスがあるならそれを実行すべきっていうのなんかね。場所から見れば確かにそうじゃが、だが彼女にとってははっきり白黒作られるというものではなかったんじゃろう。みんな白黒っていうの好きだね。別人のふりをして過ごすことを想像してみればよい。何でもそう簡単なことではなかろう。ラールさんってそんな軽んじられてた？いとこで旅に出てただけじゃない？
彼女がなりふり構わずそんなことをした理由がきっとあったのじゃろう。ああ、そういうことね。まあ、軽んじられてたかもしれないってことね、ラールスさんが。そんなの言い訳にならないわ。うん、まあ、人を殺す理由にはならんかもな。確かにならん。だが、彼女だけが悪かったわけではない。めちゃくちゃ擁護するやん。なんで？悪の張本人は家族を裏切ったグラディスのこと。いや、まあ、そうだけど。それはそうなんですけど。ミルヘルムはそれで一層辛い思いをしているよね。あの子供たちは全員が彼の生徒だったんですもん。確かに。そっか。そうだよな。めちゃくちゃ関わってるメンバーの中でさ、人殺せやつです出たんだもんな。やだな。自分の教え子殺人犯でしたってことだもんな。しかもその過程めちゃくちゃにしました。みたいな。その通りじゃ。Why not get some sleep? We are setting out for Cinder in the morning.多分あのこれでパオリーナを仕掛けるんじゃん。ヨーガのすぐそばまで行くなんて信じられないわ。服が燃えないといいけど。断った理由これだろう。ダメだ。休むか。はーい。Good morning, everyone. Are you all ready to depart for Cinder? めっちゃ早いじゃん。今俺も寝てたわ。シンダに向けて出発する準備はできておるか？あ、本当にすぐ着いたな。なんだこれ。できてるよ。あそこって世界一大きなクリスタルの火事場があるんじゃなかったっけ？へえ。物知り。ある。というか、あった。最近閉鎖されたと聞いたぞ。おお、耳ざといっすね。っていうか、めっちゃ元気になった？師匠元気になりました？僕が聞いたところによると、シンダーは活火山の内部にあるそうです。危なっ！え？え？シンダー人って火に強いの？ほとんどの文化はそのような場所、自然環境が命に関わるような場所を避けるにもかかわらず、シンダー人は好んでそこに住んでいるのです。え、なんでこんなとこから難民が出たの？え？火山噴火したからとか？え、なんだって？それってすごい危険じゃないか。でもセントクライティの人間が言うことじゃないと思うんだよな。壁の下死ぬほど危険だったぞ。あそこマリオ流されてたしな。未来でだってマリオがさ整備する場であそこ沈む未来にあったんだぜ。少なくとも皮膚や骨を持ってる存在にとっては。え、シンダー人ないってこと？てかあの JKR、 え、溶岩大丈夫なの？ああ、その問題については、ついてから好きなだけ議論すれば。え？議論したら何とか塗るようなもんなんですか？ちょ、どういうこと？待ってくれ。え？ロボットってこと？シンダー人？みんな、シンダーについてはよ。私にあんたたちを運べるのはここまでなの。ありがとう、こんなところまで、本当に。めちゃくちゃ熱そうだったわ。パオリーナさん、力を貸してくれてありがとう。マジ、秒で泣き落としされたかな、この人。情に熱いというか。ま、なんでもないこと。それでは失礼して、少し休ませていただくわね。はい。いや、いいっすよ。いつものことじゃん。じゃあ、寝台に向けて出発。町はここの北にあるはずだ。あの、火山か？では、北に向かうぞ、我が危険者たち。つまり、ケイさんは、何になるの？JKR は何の賢者になるの？アンドロイドの賢者。暴力の賢者だけどな。これじゃね？めっちゃ近くまで寄せてくれてるじゃん。あ。あ、ここ船乗れるじゃん。へえ。まあ、とりあえず入ってみるか。こんばんは。おー、こんばんは。時の賢者でーす。おい！待て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 。やばいって。おい、もっと静かに入ろう。ずっと。ようこそここはシンダー町じゃねえんだよな。でもボルケーノ島いるよ。ねえ、ボルケーノ島いるって。これはすごいわ。私たち本当に火山の中にいるので、ね、ボルケーノって言ったからボルケーノ島がいるわよって言ってくれるのかと思ったわ。ほとんどの文化はこのような苦痛に満ちた死の危険が大きな場所は避けるものですが、シンダー人はそれを進んで受け入れているようです。あ、火に強いわけじゃないんだ。へえ。溶岩は大火事場に熱を送っているだけでなく、ガラス細工やソンドの細工にも使用されています。もっと詳しく知りたいですか？
まあ温泉地の近くに住むようなもんなのかな。あそこにある大きな赤岩なんだろう、溶岩じゃない。Seriously? 本気なのか。肌の中に立ってるというのに単なる大きな岩に気を取られているとは一体何を考えてる。どうしてそんな厳しい物言いなんだ。もう溶岩なんて慣れっこなんですよ。あの岩本当に大きいよ。てっぺんに小さな家が建ってるのかな。なんか重要な場所に違いないよ。メンタル強くね、クリストファー君。だからちょっと待ってくれなあ。多分その岩よりもさ、近くにさ、ボルケーの姉妹見えると思うんだよな。何あれ、そっくりさん、もしかして。なあ待ってくれ、あれスルーしていいの。え、ちょっと待って、あの草木がない、草木が。ちょっと待って、話しかけるよ。まず訪問者だって、誰かが来るなんて随分久しぶりだ。お前たちから目を離さないようにしよう。警戒されてる。なんでだよ。ようこそ神体というか、その残骸。あ、残骸なの。え、あ、やっぱ、てかなんでこいつらこの時代だけ抜いてるんだよ。おかしいだろお前ら。あれ、草木がない。あ、柔らかい地面がない。じゃああそこにボスがいるのに。ランタン職人だ。うん、来たね。あ、やばい、知らされる。何これ、溶岩のランタン。なんかすごい音するんだけど。え、これ現実。あ、ちげえ、ヘッドホンから聞こえる。ゴーッと音する。ちょっと待てよ、これは何だ。これあの戦士を送るやつじゃん。日本にもある文化じゃんこれ。ランタンで人を送るやつじゃん。ミラ、勝手に走っていったらダメじゃないの。ごめんなさいね。このあの子ったらランタン祭りにすっかり興奮してしまって。ランタン祭り、いや明らかにここ死者を送るあれだと思うんですけど。ランタンフェスティバル。まあ、あなたじゃ旅の人だったのね。これは古い伝統なの。ああ、結構昔からやってるんだ。何するやつなのこれ。あ、やっぱそうじゃん。一年に一度愛する人たちや失われてしまった人たちの思い出をランタンに詰めるのよ。それから魂が雲の中に上がっていくようにそれを話すの。まあ、お盆みたいなもんだよな。こんな風にするな。よーん。いや、てか待ってくれ。こういう説明、ボルケーノ姉妹を終わらす後にしてくんねえかな。まあ、フィラ、最高市民の家の前の演説が終わるまで待たなきゃダメじゃないの。いや、もうみんな飛ばしてるけど。ただ、もう一つもらいに行きましょう。いいの？ああ、フィラったら、時々本当にバカなことをしちゃうんだから。バカなことって。呆れてるのかは、なんか、何？苦笑なのかわかんねえよ。いつもこんなにたくさんあるのかい？そうね、今年はあまりいい年じゃなかったから、ハイガラス病にかかった人がたくさんいて、また新たな病気が。ああ、私たちもう行かなくちゃ。それではね。バイミスター。言われてますよ、マエストロ。どう綺麗だね、そう思わない？これか、さっきのフィラガさん。いや、ちょっと待って、これを処理させてくれ。これもう待ってくれよ。目の前、子供は随分寂れてしまっているようだ。気のせいかな。たくさんのゴブリン人たちが病気みたいに見えるけど。あ、死んだ人でゴブリン人なの。あ、そうなんだ。あれはまさか。見ろよ。そうそうそう、それそれそれ。ボルケンの姉妹ですよね。ボルケンの姉妹ですよね。ボルケンの姉妹。よし。え、治してる。この薬できっと良くなるわ。約束する。私のことを信じてくれるわ。え、これ、え、どっち。本当に治してる。あのさ、誰だっけあいつの名前、もう忘れたけどさ、セントクラリティで人はめてましたよね。信じますとも、姫様。姫様なんだな。いなくなっちゃダメだろ。じゃあお前ら、てか、この状態まずいだろ。一人盾で守れない状態じゃん。プリンセス。プリンセス。ヒュッ。お、元気になってる。どうもありがとうございます。姫様。姫様来られなかったらどうすればよいか。おい、これ成り代わりじゃねえか。なんとか間に合ったと思ってたんだけど、それほどの余裕はなかったわね。ハイガラス病がすっかり蔓延して。
めっちゃ味方になりそう。あいつが火事場をもっと早く閉鎖してたらこんなことにならなかったのよ。私たちがもっと。あれ女帝に盾つかない？この人もしかして。落ち着きなさい。その通りだけど、火事場はもう閉鎖されているわ。それでもこの有様なのよ。ああ、ガラザ廃業の対応ちゃんとしてるんだな。姫様っぽいことしてるな。しかも、もっとひどいところもある。ちゃんと義憤を燃やしていらっしゃる。ああ、姫の器。それでも、この町の人たちを死なせていいってことにはならないわ。他のところにも行かなきゃ。できるだけたくさん助けられるように。こいつら全然、こいつらは前の行いがなきゃなかったら確実にいい人じゃん。あ、移動はそれなんだ。移動はそのユリホームじゃないと。姉妹ユリホームじゃないと移動できないんだな。ボルケの姉妹が人助けをしているぞ。これは予想外だな。予想外のことは好きじゃない。あ、好きじゃねえんだ。二人のと追いましょう。確かにな。事情はどうあれ人助けになるなら追った方がいい気がする。この西の方にエネルギー濃度が濃い地点があります。そうだな、行こう。いいんだ。あ、さっき良くなってたのに。息が苦しい。姫様の薬がなかったらきっと信じていたんでしょう。あ、ちょっと元気になった方なんだな。西、右か。ん？左だわ。あ、ソービアだ。話聞いとくか、また。かなり遠くからいらしたようですにゃん。私の姉妹たちにはもうお会いにはなりましたかにゃん。はい。あなたはネバートリラの店の人と似てますね。あなたの名前もエリザベスなんですか？あ、ほんと、全員名前エリザベスだ。知らなかった。つまり姉妹にお会いになったんですにゃん。なんか同時眼軸に同じ人間が同時に存在してるってこと？あ、でも姉妹って言ってたわ。え？だからどっちのお店の人もあなたの姉妹のもね、同じ名前で。素敵なご家族ね。嬉しいこと言ってくださいますにゃん。特別サービスをいたしますにゃん。これをどうぞですね。ちょろすぎるこの猫。ああ、しかもめっちゃいいもんくれた。テント。びっくりするぐらいいいもんくれたな。